なるほど日本第22話、天津則人と徳佐の神田から払え言葉解説。皆さんはみそぎと聞いてどんなことをイメージしますか？冬場に冷たい水をかぶったり浸かる祭りにもあるように、一般的に水浴行為によって洗い清めるといった想像をされる方も多いのではないでしょうか。ではなぜそういった行為が必要で、そうすることでどういった効果があるのでしょう。今回はみそぎを払う祝詞、天津則人、またの名をみそぎ払えの言葉に加え、以前解説した徳佐の神田からの払い言葉について解説していきます。また天津則人と徳佐の神田から払い言葉については別に相乗の動画がありますので、合わせてご覧ください。みそぎと払い。日本神話にはみそぎ払いの起源と思われる話があります。天地開闢において神の世七世の最後に生まれ、国生み神生みとして知られるイザナギ、イザナミ。イザナミが亡くなり、イザナギが黄泉の国を訪ねた際に背負った罪や汚れを、おどの淡木ヶ原でみそぎをしたのがみそぎ払いの起源とされています。その際、身につけていたものや体を洗うと多くの神々が生まれ、顔を洗った際には左目からアマテラス、右目からツクヨミ、鼻からスサノオの三騎士が誕生し、それぞれに高間ヶ原、夜、海原の統治を任せたと言われています。ここでみそぎと払いについて解説したいと思います。これら二つの目的は同じですが、詳しくは異なります。人は生きていく中で様々な失敗や過ちを犯してしまいます。みそぎや払いはこれらの罪汚れを払い清め、豊かな日々を送り開運すると考えられています。みそぎとは、みそぎの文字から読み取れるのは水を注ぐというイメージです。実際にみそぎは滝に打たれる、川や海に浸かるなどの心身を清める水浴行為を指します。病気やさまざまな失敗、水をかぶることなど苦しみを伴うことでありますが、こうした行いがみそぎとなり、言霊的にみそぎとは身をそぐという意味にも解釈できるのです。こうした水で浄化する風習は神道、仏教のみならず、キリスト教やイスラム教にも見られます。またお参りの際に手や口を水で清める作法もみそぎの儀礼を簡略化したものになります。つまり自らが行うみそぎとは自力的な払いと言えます。払えとは、神主さんにお払い棒や祝詞などで払っていただくことを指します。自らが払い清めるみそぎに対し、払えは他力的と言えます。みそぎ、払えともに示す辺が含まれます。示す辺には社や祈り、祭りや祝いなどにも見られるように、
神事に関する字が多く、示す辺にちぎりのみそぎは神との約束、示す辺に初は払い、災いを除くといった意味にも捉えられます。ここでの祝詞に天津祝詞、またの名をみそぎ払いの言葉があります。一般的にはこの2つの呼び名は同じものを指しますが、詳しくはみそぎ払いの言葉は平田篤胤が天津祝詞の太祝詞を求めて、複数の払い言葉をまとめて作成した祝詞で、黒住経や大本経などでも唱えられています。番組で祝詞の奏上をしてくださっている秦の竹彦宮司の島根県雲南市幡谷神社では、吉田神道で送電されたみそぎの大払いを口伝により伝承されているようです。これらの払いは罪汚れを払い清めてくださいと神々にお願いする祝詞で、声に出すことで言霊となり清める効果があると言われています。高間ヶ原の親神様のカムロギ、カムロミから生まれた天皇陛下の先祖神のイザナギが、つくしにある日向の淡木ヶ原でみそぎ払いをされた時にお生まれになった払江戸の神々、もろもろの罪汚れを払い清めてくださいますよう、天上地上八百万の神様に聞いていただけますよう恐れ多くも申し上げます。内容は先ほどの神話のイザナギの話の一部になっているのがわかります。個人で覚え唱える場合は、自分の心や場所を高間ヶ原と認識し、神様に心を込めて唱えることが重要と考えられています。一般的な祝詞を唱える時の作法は、まず二礼、次に天津祝詞を奏上し、二礼二拍手一礼を行います。もったいないという言葉など、日本人の性質として丁寧で繊細、綺麗好きな一面があるように、汚れを払うといった行為は肌質に合うのかもしれません。しかし近年の SNS では、過ちや疑いのあるものに対し綺麗に払わんと言わんばかりに過剰な誹謗中傷もあり、当事者への払いなのか、叩くことで己が罪汚れをかぶることにもなるのか、人間は神様の分け御霊だと認識し、みそぎや払いで心身ともに豊かな日々を送りたいものですね。徳佐の神田から払い言葉、20話で解説した徳佐の神田から、今回は徳佐の神田から払い言葉の解説の前に、少しばかり徳佐の神田からに触れておきたいと思います。徳佐の神田からは、日本の歴史書に登場する古代日本の神器で、にぎはやひのみことの子孫もののべ氏に伝承されていた、神様より授かったといわれる剣、二つの鏡、三つのひれ、四つの玉の計十種の宝です。現物については諸説あり、磯の神神宮にあったが戦国の混乱の中で失われたという話や、
各地の神社に存在する話など複数あります。徳佐の神田から祓い言葉、国家の繁栄や衰退をも操作するほどの霊力があると言われ、その力は相当なようです。その徳佐の神田からの来歴や効果、使用方法を祓い言葉にしたものが徳佐の神田から祓い言葉で、これを唱えることで災いや病を払い除き、霊を治め、悪を払い、徳佐の神田からを表す言霊フルのことを唱えることで、死者をもよみがえらせるほどの威力があると言われ、鎮魂では重要視され創生されています。フルのことは徳佐の神田からの絶大な霊力を呼び覚ます言霊です。火と蓋、身、用、いつの部分、一から等は徳佐の神田からを意味してあり、これを唱えることで死者をもよみがえらせることができるとされています。体調不良や物事が思うようにことが進まないとき、家族を救いたいといった場合に効果があると言われています。高間ヶ原の神カムロギカムロミの命で鋳造された徳佐の水宝をにぎはや日の御事に授ける。祖先神はあなたが地上界に降りたら水宝を御蔵棚に納め、国民が病にかかった時はこの徳佐の宝を用い、火と蓋、身、酔、通、無油、七、や、九のたりと唱えながら、ゆらゆらと震えば死人も生き返るでしょうと言った。教えに従い、逃げ早日の御事は天の岩船に乗って斑鳩峰に降り立ちます。その後大和の国の磯の神の宮にこの宝を移して納め、この教えを人々のために古部の神事として奉仕しました。これら十種を古の御霊の神として人々に降りかかる災いや病気を振るって払い、末永く長寿繁栄を保てるようにお守りください、謹んで申し上げますとなります。作法、まず二礼、続いて大祓いの言葉、徳佐の神田から祓い言葉、火文則と徳佐の神田からの大皆を奏上します。次に二礼二拍手一礼を行います。古部の神業では安座、手の技、息の技、正座、瞑想、静息などの神道行法が行われます。また二の奏上は複数回繰り返すため長時間を要する作法になっています。なお徳佐の神田からの大御を奏上する際に手で印を組む朱印が行われます。これは各神宝を奏上するにあたり神宝を瞑想しつつ朱印を結んでいます。今回は2つの奏上の解説をさせていただきました。意味を理解すると祝詞や祓い言葉への気持ちの持ち方や向き合い方も変わってくるのではないでしょうか。今後の番組ではさまざまな視点から徳佐の神田からにまつわるお話をご紹介する予定です。お楽しみに。